山本周五郎を咲く。咲けぬ三座。一。おい、向こうから来るのは三座だろそうだ、三座だ。天気を聞いてみるから、見ていろ。天正十七年、十二月のある日、駿河の国、府中の城下町で、小不足をつけた三人の若者が、ひそひそ囁いていた。そこへ、大手筋の方から、 一人の大きな男がやってきた。眉の太い、口の大きな、恐ろしく、顎骨の張った、いかつい顔である。目だけは、不釣り合いに小さく、おまけに、乙女のような、柔和な光を帯びている。肩は、岩をたたんだようだし、手足の節々は、こぶのような筋肉が盛り上がっている。くずふの着物に、同じタンクをつけているが、袖は、肘に届かず、 裾はようやく膝を隠すに過ぎないから、このたくましい肉体はまるでむき出し同然だった。こういうなり形といい、腰に帯びた四尺に余る体験といい、およそ人目を引く存在であるのに、彼はその上、痩せこけたちっぽけな犬を一匹連れていた。大げさに言えば手のひらへ乗りそうである。毛色の黒い鼻面の尖った、 いかにも臆病そうに絶えずキョトキョとして、ちょっと大きな音でもすると、ひとたまりもなく悲鳴を上げて飛び上がる。つまり、元元たる主人とは、全く相反したやつで、なんとも奇妙な取り合わせであった。待っていた三人のうち、口ひげを立てた一人の若者は、相手が近寄ってくるのを待ちかねて呼びかけた。おう サンザではないか。いい天気だな。宇治がよく晴れている。少し歩くと汗が出るぞ。なんと、いい天気ではないか。サンザと呼ばれた相手は答えなかった。黙ってまっすぐ前の方を見ていたが、やがてむっとしたような調子で静かに言った。そこを通してくれ。拙は嫁をもらいに行くところだ。三人は あっといった。あっといって目を見張っている三人のそばを三座と呼ばれた男は大股に悠々たる足取りで通り過ぎた。彼はまっすぐに行く。同じ歩幅と同じ歩調でゆっくりゆっくり歩いて行く。どう見たって嫁をもらいにという姿ではない。しかし番長高辻へ差し掛かったとき、ちょっとした間違いが起こった。 それは、辻へ出た途端に、西からやってきた旅装の武士と、ばったり突き当たったのである。相手はどこかの大震らしく、槍を立て、友を四五人連れた立派な武士だったが、出会い頭に両方から突き当たると、その弾みで被っていた傘が、つるりと前へこけた。ぶらい者立派な武士は、こけた傘を跳ね上げながら、真っ赤になって怒鳴り出した。 気候はめくらか。東方は左方通り曲がってきたのに、避けもせず真正面から突き当たるという法があるか。めクらなら杖をついてやうけ。なんだと思うここは天下の大東だぞ。よほど感触持ちと見えて、昼間の松明がどうの、あルのいざりがこうのと、早口でよくわからないことをいろいろと並べながらわめき立てた。こちらは黙っていた。 岩仕方、しがた天気を聞かれた時と同じように、前の方をまっすぐに見守ったまま、石像のように黙っていた。もっとも、彼が黙っている代わりに、連れている犬が吠えた。盛んに吠えた。立派な武士が叫び立てるのと一緒に、主人の後ろから鼻面を出し、キャンキャン、ワンワンと、耳を刺すような声で吠え立てた。そばから見ると、まるでその武士と、 犬との喧嘩にさえ見える。随分しばらくそんな状態が続いた。けれども、ものには終わりというものがある。やがて三座と呼ばれる男は静かに振り返り、狂ったように吠え立てている犬に向かって、大活一斉。黙れ貴様の出る場合ではないと叱りつけた。後に、人の伝えるところによると、 その時の一括は、一朝四方の家々の徒生児に、ビリビリ、響き渡ったという。犬は黙った。立派な武士も黙った。それから、遠巻きに見ていた群衆も、鳴りを潜めた。つまり、一括で、あらゆる物音が止まり、町筋は、新刊となってしまった。ご無礼を捕まつった。三座と呼ばれる男は、八浦剥き直り。 静かに格子をかがめながら会釈し,した。ごめん。そして再び、悠々たる足取りで、のっしのっしと、武家屋敷の方へ歩み去った。すなわち、これ、栗吉三左衛門常信である。徳川家一方の旗頭、酒木原四季部の太夫安政の家来で、酒の三座とも、天気の三座とも呼ばれる名物男だった。 相帽、体つきこそ、元元としているが、その目の色が、柔和であるように、性質は、おっとりとして、おとなしく、立ち居振る舞いも、どちらかというと、鈍重である。避けぬ、というのは、その、重いところから来ているが、事実においても、証明する点が多かった。二。彼は、 飛んでくる矢玉を避けない。道の上で人を避けない。雨も雪も避けない。というのは雨具を用いないことだ。酒も菓子も避けない。およそありとある場合に、こちらからそれは御免をこむるという試しがないのだ。それも意地や我慢ではなくて、聖徳自然の気象がそうなのである。一例を挙げると、彼は朝のおき入れには必ず、 ああ、いい天気だな。と、つぶやく。晴天の日ばかりではない。雪が降り、風の荒れる日もある。リングの半月もびしょびしょと降りやまぬ時もある。それでも彼は決して、飽きたという顔をしないのだ。いかにも、高骨したような目つきで、空を見上げながら、さも気持ちの良さそうな声でつぶやく。ああ、いい天気だな。 それで天気の三座というもう一つのあだ名ができているのだ。三左衛門はまだ戦場でこれという手柄を立てていない。最もっとも五年前、品野の真田攻めの折にちょっと合戦に加わっただけであるが、その戦いぶりは鈍重で将来も大した期待はかけられぬという評判である。しかし主君酒木原康政はそう見てはいないらしい。 あいつの中には何かありそうだ。何かやりそうに思える。しばしば側近の者にそう漏らしていた。どちらの鑑識が当たっているか、当の三左衛門はのんびりと天気を喜び、悠ゆ々うゆうかんかんと火を送っていた。ところが、この10日あまり、彼の様子が急に変わったのである。いい天気だ、と言わなくなった。 動作は相変わらず鈍重だけれども、顔つきがどこか沈んで、行ってみれば何か重い荷物でも背負った人のように見える。三度を脳化したらしい。体でも悪いのではないかまさか恋煩いでもあるまいが。そんな噂が立ち始めたので、教師も口の軽い若侍がいい天気だな、と呼びかけたわけなのである。 なんと答えるか。おそらく、さよう、というだろうと思っていたら、これから嫁をもらいに行く、という意外な返事だったのである。では、まさか、という噂の一部は、まさかではなかったのか。国吉三左衛門が変わったのは、恋煩いのためだったのか。まあいい。とにかく、彼の行くところへ、ついて行ってみよう。番長高辻から、 武家町へ入った彼は、榊原家の年寄り、大橋矢左衛門の家を訪れた。矢左衛門は、槍組の侍大将で、三左衛門は、その、帰下にある。穴井を買うと、すぐに通された。その頃の侍の家は、無論、まだいた時期で、畳などというものは用いなかった。贅沢にして、人寝かけがは、大抵耐震のものでも、がまれあんだ、縁座の上に座る。 夜になれば瞳を下ろし、将兵を立てるが、日中は取り払って、寒風の吹き通るままであった。お願いがあって、参上いたしました。改まって何だ矢左衛門はけげそうに、深く落ちこもんだ目で、じっと三左衛門を見つめた。駿府は暖かい土地で、この家の庭にある梅の老木は、早くも。 枝のつぼみをふくらましている。その枝の先を1羽のマヒワが父と泣きながら飛び歩いていた。実は妻をめとりたいと思いまして三左衛門はズバリと言った。矢左衛門はう,うんとなった。何を隠そう驚いたのである。当時の常識として武士たる者が己の口から。 己の縁談などをうんぬんすべきではない。それはぶしつけな、不心得な、はずべきことだとしてあった。それは、その。また、けれども。ヤざいモはごくっと唾を飲んだ。どうしてさようなことを、その。そうせねばならぬ、死意になりましたから。そういう死意とは、 どんな主義だ申し上げなければなりませんか彼は全く気真面目である。無理に申せとは言わぬが、ことを縁談とあるからは、聞いておきたいものだ。三左衛門は、うなだれて自分の膝を見た。それからすぐに目を開け、ぐっと拳を握りながら言い出した。それでは申し上げますが、この度髪型と、 小田原お手切れに及び、大納言様には、ご先方を遊ばすと承ります。これ待て、待て散々。野左門は驚いて静止した。太鼓秀吉が北条氏討伐を決したのは、その年下月のことで、軍議のため家康は上洛し、先方の役を引き受けて、十日ほど前に駿府へ帰ってきた。しかし、 これらのことは、無論まだ極秘であって、いわゆる、酒井、酒木原、井、e、い本田という、主だった親近の武将たちしか知っていないことである。さようなこと、誰から聞いた恩大将より、受けたまわりました。なれとも、私の申し上げたいのは、そのことではございません。三。 三左衛門は、ぐっと拳を握りながら。その暴軍儀のおり、太閤様の御意には、だわ原滅亡の上は、大納言様をもって、関東発祥にお封じ申すと、仰せられたそうにございます。それもそのように受けたまわった。これを、何とお考えなさいますか野左門は、口をつぐんだ。今、五両分の、 寸、唐、孔、信の土地は、日本国の中部を抑え、京へも近く、工房ともに絶好の位置でございます。まして三河は、松平のお家発祥の地、国土も民も、お家とは切り離すことのできぬ、深い陰縁に結ばれております。これに反して、関東八祥は、荒恵比寿の国と言われ、都より遠く、国土も民も荒れております。 これを経営するのは、全く、創業より始めると言わなければなりますまい。だが、だがそれは、まだそう決まったというわけではなく、また、いや、決まったことでございます。三左衛門は、拳で己の膝を打った。太閤秀吉殿は、徳川家康の誠の力を知っております。だから、箱根の彼方へ追いやらなければならんのです。 私には、その腹が、見えるごとくでございます。矢沢門は、密かに驚いていた。そうだ、俺は気がつかなかったが、これは徳川家にとって一大事だ。徳川氏を関東へ移し、孫縁三甲信の地を、己のばっかに収めれば、万一の時には、東海道をはじめ、薄い箱根の要害をもって安全に防げる。つまり、 大公秀吉の天下は大盤弱とんのだ。しかも、関東の地は中古以来交舞していて、ほとんど未開拓も同様であるから、この経営のために徳川氏は当分、その勢力を傾倒しなくてはならんだろう。大納言様そこにお気づきあばされなかったのか御大将も、いい殿も、お気づきなかったのか野罪文は、 ににわかに背筋が寒くなった。私は、と、三左衛門は続けた。今日まで私は、自分一台のご奉公と考えておりましたけれども、関東違法と相なれば、お家の天下は遠いことになります。とても私一台のご奉公では、お家のご運には及びますまい。それで、最大のことを思い立ちました。 青の御盆の天下に翻える日を見るまでは、子にも孫にも神明のご奉公をさせたいと考えます。戦国の武士は常に神明をとしている。しかし彼は今主家の運命が新しい困難に当面し、己一代をもってしては徳川氏の天下がおぼつかないとみて、この代、孫の代まで奉公するため、あえて出陣の前に、 妻をめとろうと決心したのだ。よくわかった。野左衛門は深くうなずきながら言った。ご違法のことについては何も申すまい。だが男子たる者はいずれ再対をせねばならぬ。わしに長立ちせよというなら喜んで引き受けるが、誰ぞこれと思う相手があるか。ございます。この人こそと、 思い極めた娘があるのです。顔も赤めずにズバズバと言った。終身と見えるが、野ザイ門の方でタジタジとなった。それはどこの娘だお使い役、ワシオハシロベの妹語でございます。ワシオの妹、野ザイ門はピクッと眉を上げた。ほ。ワシオの妹を妻にもらい受けたいと思います。 もはや、そう決めてしまったのでございます。ちょっと待て。まあ待て。ヤザイ門は慌てて押しとどめた。何か、ひどく驚いたらしい。正気かというように三左衛門の顔を見つめたり、相手が平然として動かないのを見て低くうなったりしていたが。それって、その、その相手の娘とは、会ったことが、 あるのだないや、さようなことは一度もございません。ただ、八郎兵衛はあっぱれ者の府でございますから、彼の妹なれば妻にして過ちなしと信じたのです。では、まるで相手を知らないのかさればでございます。そう聞いて、野左門は目を向き、うなった。こちらはそんなことをお構いなく、海中から、 白紙に包んだものを取り出し、出陣も近いうちと存じますので、できるだけ早く修言をしたいとお伝えください。これは、有意の形でございます。けれども、それは、けれども、それは、とにかくその、万事、このと様にお任せ申しますから、三左衛門は自分の言うことだけ言うと、 あきれている野左衛門を後に、のっしのっしと帰って行った。4. 実際のところ、三左衛門は嫁にもらう相手を知らなかった。顔を見たこともなし、自然話をしたこともない。わしを八郎兵衛が、酒原家中の孔明な勇士であり、それに、年頃の妹があるということだけで、この縁組を思い立ったのだ。 その他のことは何も知らない。申し込んだら相手が承知するかどうかなどということも考えない。つまり、この辺りは全く避けぬ三座の本領であった。これで、出陣の前に終言ができる。そう信じて三座右衛門は家へ帰った。しかし、その翌朝、まるで思いがけないことが失態し、彼の計画は一遍に破れ去った。 思いがけぬこととは、出陣、新発の命令である。本軍を発する先行として、坂木原康政の軍の一部に、まず三島駅まで停身せよ、という命令が下ったのだ。密令でもあり、急を要した。間に合わなかった。三左衛門は目をつむって短足した。先行隊はすぐに準備を終え、その夜のうちに東へ向かった。 サナダゼメ以来、五年ぶりの戦争である。みんな血を沸かしていた。誰も彼も、来たるべき合戦と、己の巧妙手柄に対する空想で、胸を膨らせていた。箱根の一番乗りは俺だ。何くそ、俺だ。俺は小田原の本城の一番乗りだ。それは俺のものだ。もあ見ていろ。彼らは互いに、そう言って勢い立った。 夜明け近く、えじりの駅へ差し掛かった時である。後ろから馬を飛ばして追ってきたものがあった。国吉はいないか国吉はどこだそう呼びながら乗りつけてきた馬を隊列に沿って進めるうち、ようやく聞きつけた三左衛門が出てきた。国吉三左衛門はここにある。ああ、国吉か。馬から飛び降りたのは、わしを八路兵であった。 広く飛ばせてきたと見えて小不足の下に来た鎧ひたたれはぐっしょり汗に浸っていた妹を嫁にほしいという話を大橋殿から確かに聞いた結納ももらった喜んで気候に差し上げるだがもはや出陣の上は何を言う出陣にあたって縁談のまとまるのは二重の喜びではないか妹小萩は気候の妻だ 忘れるな。八郎兵衛は怒鳴るように言った。それにしてもわしをこのことは、言うな、大八殿からすべては聞いた。俺はただ、承諾を告げさえすればよい。あっぱれ、分を祈るぞ。わしよ、待ってくれ。呼び止めようとしたが、八郎兵衛はそのまま馬に飛び乗り、忘れるな、小揚が待っているぞ。そう言いざま、鞭をあげて、 寸婦の方へ駆け去ってしまった。これだけの会話は、無論周りにいる者の耳にはっきりと聞こえた。同時に聞いた人々の顔には、ありありと驚きの色が浮かんだ。そして次から次へと何事か囁き交わすのだった。え本堂かそれは。まさか、まさかあの娘が。 あの、寸婦のかぐや姫がか。そんな声が、あっちにも、こっちにも起こった。しかし、三左衛門の耳には何も聞こえない。彼は黙々と歩いている。彼の頭の中には、嘘伝来の三河と、攻防たる関東の原野の幻が明滅している。今、天下の上に、ますます不動の地方を占める秀吉と、 関東の隅へ追われる主君家康の困難な将来とが、明暗、表裏の画像となって揺れていた。こうして、国吉三左衛門は全く無口な動く木造のような存在となったのである。さて、小田原政党がまさしく始まったのは、天正十八年二月一日のことであった。先方たる徳川家康は、 二月二日に出馬。堺、榊原、本田、平岩、鳥居、大久保。これら帰化精鋭の軍を第一戦に、本本と箱根の敵類へ押し寄せたのである。しかし、ここで詳しく、歴史を記すいとまはない。俗に小田原表情というくらいで、この時は敵も味方も色々削奪した理由のため、合戦までにかなり、 多くの火を費やした。そして、ようやく、三月二十九日早朝、敵の前衛たる山中城、にら山城への攻撃をもって、いよいよ、北条氏討伐の火蓋は、切って落とされたのである。山中城には、大将、松田康永以下、四千余人の軍票が立てこもっている。寄せては、中納言秀家を総大将として三万よ。 二十九日の未明を期して合戦を挑んだ。これには徳川軍の一部も加わり、中にも戸田左門、青山虎之助などは抜けんでた働きをしているが、我が国吉三左衛門もその一人だったのである。五三左衛門は大股に進んでいった。 矢玉は雨のごとく飛来する、昇園と土ぼこりのはためきなびく最前線だった。彼の岩尾のような体はいつも駿府の町を歩くのと同じ歩調で、ただまっすぐに悠々カンカンといった様子で、まっすぐに矢玉の中を進んでいく。大橋矢左衛門がこれを見つけた。危ないと思って我知らず後を追った。そんぞ危ないぞ 図が高すぎるぞ。身を伏せろ。身を伏せろ。捨ててゆけ。叫びながら追いついた。この激しい矢玉が見えないのか。身を捨てるにも頬があるぞ。避けてゆけ。すると三左衛門が振り返って叫び返した。みんながそう避けてばかりいては戦になりません。山中町はその日の馬の国までに陥落した。 そしてその夜、陣中でヤ左衛門はこのことを、榊原康政に話した。康政は手を打って笑った。そうか、そう申したか。みんなが避けてばかりいては戦にならぬ。面白いな。何でも、何でもない言葉のように聞こえるが、なかなか深い味を持っている。けれども、と、康政はその後で言った。 三ザメはこの合戦で死ぬつもりかもしれぬ。よく目をつけて犬死にさせるな。そう、大しめまするか。その方から聞いた関東五違法についての彼の意見。あれを考えるとそう思える。よくよく目をつけて乱暴な真似をさせるな。万一のことがあると、寸府に待っている者に嘆きを見せる。安政の顔には不思議な笑いが浮かんでいた。 徳川の軍は続いて前進し、山中城の炎上する煙を見ながら、双子山、小馬岳の間を突破して、高野巣城へと迫った。この戦法を乗り撃ったのは、榊木原康政の兵である。山道は険しい上に、敵の作った掘り切り、豪などが至るところにあった。それでかねて、甲府から召集してあった黒桑の者たちに道を作らせつつ、 前進した。三左衛門は常に戦闘をしていた。二軒塚の大槍を手に黙々として前へ前へと歩いていた。母春の空は鮮やかな緑に晴れ上がって、箱根だけの細かな葉に微風が渡っていた。わあ、わあ、という時の声と、陣金やほらの音が山々にこだまして遠く近く聞こえてくる。 やがて、味方の渋滞が散開した。敵城からは、早くも銃声が起こり、矢倉から矢様から、昇園が巻き立った。絹地に白く、五の字を抜いた、四半の旗を刺した使い番が、伝令のために、馬を飛ばして、行きつきつした。先押しはさらに前進し、右翼はずっと、城の西南を圧する体系を整えた。そして、 味方の重隊が一斉に火蓋を切った。その時である、突撃にかかる前、敵味方の銃撃の最も盛んな時、先押しのやりたいの中から、国吉三左衛門の大きな体が、ぬっと前へ進み出ていった。お国吉、危ないぞ。無理をするな、国吉、戻れ。後ろからみんなが叫んだ。 三左衛門は戻らなかった。大槍を手にして、まっすぐに敵の城門をねめつけながら、ゆっくりと大股に、ずんずん進んでいった。弾丸は、彼をめがけて集中した。しかし、彼は身をかがめようともしない。目も動かさない。ただ、まっすぐに、ずんずん進んだ。そして、城門まで、二三十軒の近さへ来ると、槍を大地に突き立てて止まり、 城の大将に物申す。と、体温を上げて叫んだ。それは、敵味方の銃声を圧倒するほどの響きを持っていた。城の大将に物申す。山中城すでに落ち、<laughs> 首相松田康中殿はじめ、池田民部シーズ、なめガタ、クリキ、山岡、各武将それぞれち地に押された。リラ山城もまた乗り崩され、箱根山中には、 小田原軍の影もとどめぬ。あわれ高野巣城の諸侯も、及ばぬ腕立てをせんよりは、早く城門を開いて降参せられよ。りんりんと、四方にとどろく声だった。さらば国吉三左衛門、ここを踏み破って剣参申すぞ。大槍を空へ高く突き上げながら、そう叫んで、前へ出た、その刹那である。 白方からいかけた矢が、三左衛門の体へふつふつと突き立った。彼の大きな体はわずかによろめき、かぶとを跳ねている頭がぐらりと前へ傾いた。あ、ああ、やられた。早くも、この様子を見たとった、榊原康政は、三蔵を出たすな、国しをうたすな、と、わめきながら、自ら馬を飼って陣を飛び出す。 同時に、騎下の軍勢も、わっと時を作りながら、怒涛のごとく押し出した。六。三左衛門は、胸と胴に矢を四筋受けた。しかし、彼はぐっと槍をつかみ、縄文をねめつけたまま、さらに悠々と、大股に前進した。それは、人間の姿ではなかった。 人間力をはるかに超絶して、悪気とも、打節とも言うべき姿だった。これを見た城兵たちは恐怖に打たれ、目に見えぬ動揺が起こった。その時、大将安政を先頭に、榊原勢が殺到してきたのである。城兵の動揺は、そのまま大きく敗走へ向かった。突っ込め、敵は崩れたぞ。踏み破って行け、敵を逃がすな。 おめき叫びながら、味方の兵は、早くも城門へ、城壁へ取りついた。この間に、安政は馬を三左衛門のそばへ乗り付け、なおも進んで行こうとする彼を、しかと押さえつけた。三ざ、もうよい、白は落ちる、戻れ。お話しください。彼は、振り切って行こうとした。しかし、もう力が尽きていた。 彼の大きな体はぐらっと傾き、そのまま康政の腕へ倒れかかった。源七郎、参れ。康政は身近なの者を呼んだ。三座を世の馬へ乗せて陣まで運んで行け。世は白のりを見て戻る。傷の手当てをよくしてやれ。そう言って康政は前進していった。三座衛門は陣へ運び戻された。 傷は深手だったが、命だけは取り留めた。突き立った矢を抜き取る痛さは、どんな傷の痛みよりも耐えた,たいものだという。けれども三左衛門は、眉をしかめもしなかった。それだけではなく、医者が二本目を抜こうとしたとき、うまくやれよ。血がもったいないから。と言ってにやりとした。しかし、手当が終わると間もなく、彼は、 意識を失ってしまった。高梨城は、ひとたまりもなく落城した。三左衛門の不敵な仕方と、彼を打たすまいとして、教習を敢行したことが、計らずも、功を奏したのである。ほとんど、無欠に等しい勝ちであった。どうだ、傷は痛むか。明くる朝早く、見舞いに来た安政は、 三座衛門の枕近くへ寄って呼びかけた。いや、そのまま寝ておれ。命をうけたと聞いて安堵したぞ。片付けなき大せでございます。三座はただ。あったれ、叫ぬ三座の名を見せたな。凄まじい無茶ぶりであったぞ。けれども三座。安政は静かに身を乗り出した。その方は少し考え違いをしておる。 避けていては戦にならぬという覚悟は良い。誠に戦う者の意気だ。誰ども死に急ぎは勇士のすべきことではない。その方は小田原滅亡の上、大納言様が関東へご違法に相なると聞いて、徳川の御運が遠くなったと考えたそうな。いかにも、大勢の通りでございます。違う。 それは大きな思い違いだ。安政は力を込めて言った。なるほど。その方のもうストーリー。寸縁三の地は都に近い、日本国の中央を抑えている。松平家発祥の由緒深い土地だ。けれども三座。これらの土地はもう古いぞ。古いと仰せられますのは。古い。いかにも古い。 昨日までは日本国中部の抑えであった。だが、いつまでも不動の抑えではない。時代は変わりつつある。古いものは絶えず新しいものに移る。関東は都から遠いが、見ろ。豊穣な山野が無限に広がっている。箱根、雨水を境にした彼方はアラエビスの国と言われ、土地も人も世の流れに染まっていない。 徳川家の力をもってこれを開拓し、正しくこれを経営をした赤月には、日本国を二つに分かつ半分の大勢力となるだろう。しかも、その民たちは新しく、国土は若い力に満ちているのだ。わかるか、散々ダイ大ゴ言様の恩マ子は大きい。その計り事は深い。太閤殿は、 箱根の東へ追うことによって、徳川の勢力をそぐつもりであろうが、その箱根を守りとして、葵の花は、赤八州に根を下ろすのだ。新しい国土、新しい民たち、その上に、葵の花を、断漫と咲かせるのだ。これがその方には分る、わからぬか、三座。ざ左も門の顔が、いつか、 柔らかくほぐれていた。長い間、重い荷物を背負った人のようだった眉月が、雨さる空のように少しずつ明るくなって、その口元に微笑みさえ見え始めた。お願いがございます。やがて、三左衛門が言った。何だ誠に、わがままなお願いですが、小田原城を見とうございます。 おだわらを見たい。そうか。安政は三左衛門の心を察し得た。よし、見せてやろう。誰ぞいれ、三座を山へ運ぶのだ。盾の用意をしろ。軍票八人が盾の上に三左衛門を横たえて双子山を登っていった。今日もよく晴れ上がった空には雲一つない。相模なども 青い畳を敷いたようにないでいる。盾は山の中腹で止まった。三左衛門は片手をまびさしにして東を見た。遥かに相模野は霞む果てまで一望である。小田原城は四庫の家にあった。彼はじっと目を凝らしてその城郭の姿を見ていたが、やがてゆらりと。 空を振りあおいだ。そして、高骨とした声で、晴れやかに、こう言った。ああ、いい天気だな。その声で、みんな空を見た。耐えて久しい三座の、いい天気である。空を振りあおいで、こういうことに気づいた兵たちは、思わず、顔を見合わせて笑った。そして、その中の一人が、 脇の者に、こう囁くのが聞こえた。わしおの小萩殿を見たら、もっといい天気だろうぜ。何しろ、あの人が、寸府のかぐや姫と言われる歌人らとは、彼、まだ、知らずにいるのだから。